一直被羁押在苏联国立看守所的末代皇帝溥仪，在苏联军方的陪同下，金海参崴来到东京。溥仪的出庭作证，使得审判更像一出极具戏剧化的大戏了。溥仪出庭，此事轰动了东京，引起了世界各国媒体的广泛关注。日本《朝日新闻》称，这是东京审判中一个划时代的日子。一个曾经被大日本帝国封为康德皇帝的儿皇帝，居然在军事审判中出庭作证，这在审判史上是前所未有的。When you were emperor of Manchukuo, what rights did you have? 我没有任何权利，一切都是日本人说了算。Absolutely everything? 对。对了，我只有一个权利。What's that? 那就是听他们告诉我他们所有决定的权利。During this period, did you have freedom of movement? 自由。十几年当中，我没有任何自由而言，简直就是猴戏。町人に聞きます。天皇陛下の弟君の秩父宮と話したのは自分自身で話したものですね。那是你们让我准备的。私はあなたが自分自身の言葉で話したかどうか、それを聞いてるんですよ。証人ははいかいいえで答えればいいんですよ。是。どうして目が潤んだんですか。どうして泣きそうになったんですか。陛下の援助や艦隊に感激してそうなったんですか。日本の国民があなたを歓迎したからですか。答えてください。どうして泣きそうになったんですか。那是演戏。証人は嘘を言ってる。あんたはペテン師だ。全ての罪を日本人になすりつけようとしているあんた自身も犯罪人じゃないか。最後にはあなたも戦争犯罪人として中国の裁判所にかけられるんですよ。整整八天，溥仪创造了东京审判中历时最长的作证记录，也顶住了以广濑一郎为首的战犯律师团包括威胁恐吓的轮番反劫。8月27日，在最后一次作证后，溥仪在苏联和美军宪兵的保护下退庭。溥仪的作证直接证明了日本在满洲里的进驻是非法的侵略行为。因为日本实行严酷的战时新闻管制，并严令日军官兵与家人通信时不得提及战争期间的犯罪和不道德行为，日本国内老百姓对于日军残酷屠杀俘虏和平民的行为并不为更多人所知，甚至大部分日本人都不相信有南京大屠杀事件。经我提议，法官会议同意将南京大屠杀作为一个独立单元审理。南京において大虐殺などというものは起こっておりません。紀伊南検事のおっしゃる日本軍によって中国人を捕虜、民間人、婦女子に対する組織的かつ残忍な虐殺、強姦が行われたという指摘は全く事実無根であります。また軍事的必要性を超えた家屋や財産の破壊という訴えも全て嘘であります。
My name is Robert Wilson. I'm an American doctor. I lived in Nanjing between January 1936 and August 1940. In 1937, I was a professor of history at Jinling University. From 1912 to 1940, I was pastor in the Episcopalian Church in Nanjing. 我姓武，叫武常德。我叫尚德义，我家住南京中山路11号。我是钟倩的。Please tell us what you saw on December 13, 1937, after the Japanese army entered Nanjing. Nanjing became hell on earth. The Japanese army went into a killing frenzy, burning everything in sight. Endless looting and rape. Your honors, we have film footage that was surreptitiously filmed by John McGee on December 22nd, 1937. I ask the court's permission to show this film.你的姓名？我叫王德福。职业？我没有职业。你靠什么活着？现在我一直住在南京的波若寺里面。在那以前你是做什么的？干老弟。请您说明白一点。就是别人都管我叫小偷。1937年12月13日，在日本军队开进南京的时候，你在哪里？你有没有出去过？出去过。几个人一起出去的？我们有四个人，我还有三个真正的和尚。我们碰到日本兵，他们把我们抓住了。日本兵又有几个？他们在做什么？他们有十几个人在强奸一个中国姑娘。他们要你们干什么？他们逼着我们也去强奸那个中国姑娘。你们答应了吗？没有。之后呢？他们用刺刀逼着我们，逼着我们把身上的衣服都脱了。他们逼着我们也去强奸那个中国姑娘，不然就要杀了我们。之后呢？明星师傅怎么都不肯。他们怎么对付明星师傅？他们把明星师傅身上的那个男人的东西给割下来了。明星师傅死了吗？当时他一直在地上滚，身上全是血。当时那些日本兵他们又在干什么？笑，他们在那笑。之后呢？明空和明法师傅也不肯答应。那明空和明法两位师傅的生殖器都让他们割下来了吗？是。他们都活下来了吗？没有。先ほどあなたは日本兵が本物の三人の僧侶に女性を犯すように脅したと言いましたよね。是。彼らはそれを断ったために最終的にはみんな死んでしまった。そうですね。是。ならあなたは、あなたはどうして生き残ってるんですか。
言われた通りにしたんじゃないのですか。質問に答えなさい。あなたはその女性を犯したんでしょう。是，我是强奸了她。あなたは本当に脅迫されてそうしたんですか。それとも本当に自分からそうしたかったんですか。